ブラデニアです。花言葉は危険な恋。笑えませんね。いえ、こちらの話です。求められれば誰にでも何でもしてあげます。こう言えば大抵の男の人はすぐに喜んでくれますよね。団長さんは私に何をしてほしいですか？あなたが団長さん。いえ、何でも。私はディプラデニア。今日から私はあなたのものです。求められれば何でもしますし、何でもさせてあげます。いつでもどこでも呼び出してくれて構いませんから。それでは。天気なんて関係ないでしょ。どうせすぐ宿に入るんですし。なんならおすすめの宿を紹介しましょうか。私結構詳しいので。どうしてですか？そのデートというのは私とそういう宿に入ることじゃないんですか？そういうのは団長さんを求めているんでしょ？そんなことで満たされるんですか？女性に服を贈るのは脱がせたいという意味があるんですよね。なんだ、やっぱりその気なんじゃないですか。私はどれでも構いませんよ。どんな服を着せて脱がせたいんですか？だからそれは脱がせたいからでしょ。脱がせて抱きたいから。本当にそんなことで？私との思い出。あまり気慣れないです、こういうのは。でも悪くはありません。団長さんが選んでくれたものですし、これも団長さんとの思い出。それでその次はどこに連れて行ってくれるんですか？私の体ではなく、私との時間を求めてくれた。
長さんと過ごして分かったんです。心のつながり。団長さん、今あなたの心は私とつながっていますか？私にくださいね。